はいどうもこんにちは、つしです。いつもチャンネル登録、いいねボタンありがとうございます。本日もよろしくお願いいたします。今日は不動産のね、売買に関して、お話しさせていただきますが、これある点を注意すると営業戦闘力がアップする。要するに営業戦闘力の高い担当者に任せるとあなたの不動産も高く売れるというお話なんですけれども、ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、ということで、本日なんですけれども、まずですね、この営業戦闘力というところからお話しさせていただきたいんですが、ただ感覚で言うこの人なんかすごく高く売りそうとかっていうのあると思うんです。感じ方ってあると思うんです。これ数値化する方法で以前からお話ししています、このぶどまりっていう方法があります。これ大量集客物件であれば100個ぐらいの物件やるとすると1000組ぐらいのお客さん呼びますので、10人のスタッフであれば、大体1人当たりは、100人ぐらい接客できるんですね。でそうすると、大体こうぶどまりがやっぱり営業担当のスキルによって分かれます。なのですごく分かりやすいんですけれども、それを戦闘力と言ってる、ぶどまりっていう話なんですけど、例えば A さん、これどこの物件に行っても大体 15% ぐらいのスコアを叩き上げます。で、かたや B さん、大体どこの物件行ったとしても 7% のスコアを弾き出すと。で、この場合ですね、例えばですけど物件一つ、中古の物件を扱う時ってのはせいぜい来場者って大体10組から15組ぐらい来るかどうかなんです。一物件あたりのその来場者の定数っていうのはおおむね、ある一定の期間であれば決まってくるっていうのが我々の認識上では常識な話なんですけど、例えば先ほどのぶどまりテンパーの A さんだと7組接客すれば制約になりますので、 A さんに1人に任せれば制約になります。しかしこれ B さんに任せちゃうと、10組しか来場しない、物件なので制約に至らないので、結果どうなるかというと価格を下げるっていうお話になっちゃうということなんですね。ここ非常に注意が必要になってくると思う。さっきからThis is my time. Hello everyone, see you again. I'm Robert Katz. Now I'm saying Sapporo.And here, I preparing for success of G-Lead Nagoya with Tsushi. Meeting him, the beginning of everything. Why I met him? The law of attraction worked here. I always have the image of success without forgetting gratitude and met him.I believe in the law of attraction and I continue to challenge. Okay, all right. This is, I tell you about what's the difference. Let's start and let's get started. Let's start means little bit strong.Let's get means. Oh, see you later. See you. よいしょ。ああ、すいません。面白いおじさんにやられてしまいましたが、非常にこう大事なお話をしているところで申し訳なかったんですけど、先ほど言ったように、物件、一つの物件で10組しかお客さんが来場しないよという物件の場合、A さんは制約になります。B さん、ぶどまりの低い 7% であれば制約に至らないと。結果、価格を下げないと、売れないので戦闘力の高い営業担当に任せるのがいいという、そんな話なんですが、例えば先ほどの物件10組しか来ない物件、これですね、中古の物件を売買する時っていうのは専任媒介契約っていうのと一般媒介契約っていうのがあります。で、片や先ほどの
A 担当者に専任で任せた場合、まあ、これ会社もそうなんですけれども、担当者がまあ大体中古の物件と売りますので、その場合先ほどのように契約になります。がしかし A、まあ、お客さんによってはやっぱり一般媒介でなんとなく複数の不動産会社に任せた方が安心じゃないかっていうふうにおっしゃられる、まあ、そういった考えられるお客さんがおられると思うんですけど、これ実は A と B2 つに任せたところで物件の集客力ってそんなに変わんないんですよ。まあ、たまたま手持ちのお客さんがいれば別なんですが、集客力に違いが出ません。なので、A と B だと5件ずつ、要するに来場者が、まあ、均等に行ったとすれば5件ずつ分かれる形になりますので、 A 君が5件、 B 君が5件接客することになりますので、これ実は制約にならないという。なのでここは非常に売りたいなっていうお客さんは考えた方がいい部分だと思います、まあ、ということなので、不動産を売りたいっていう方は、まあ、会社選びも大事なんですけれども、担当者の戦闘力、結局会社でこうみんなが売るっていう話じゃないんですよね。まあ、1個の分譲マンションだと、まあ、ちょっと上司がついたりですとかしやすい境遇ですけれども、中古住宅ですとか土地の売買ですとか、やっぱり担当者のスキルでやっぱり大きく分かれますので、失敗しないんですかね、担当者の選び方っていうのをちょっと今日アドバイスなんですが、不動産 7% の社員が、まあ、2% に上がるっていう方向のそのポイントなんですけど、これです。洞察力、これすごくポイントになります。これ何かというと、長く不動産営業をやってますと分かるんですけれども、まあ、基本買うお客さんっていうんですかね、まあ、非常にこの物件にマッチしてるお客さん、まあ、分かりやすく言うと営業っていうのは全てのお客さんに、要するに営業トークで押せばいいってわけじゃないんですよ。でこれまあ長くやってるとベテランの方は分かると思うんですけれども、まあ、基本的に不動産の場合っていうのは、この物件に要するに巡り合わせのような形で絶対合ってるなっていう、その客観的に見て、営業の感覚から見て客観的に合ってるなっていうお客さんに関しては押すべきなんですね。合わないお客さんはもう逆に引くべきっていう、まあ、ここがすごく大きなポイントなので、やっぱりこのここの物件を買うべきして買うお客さんを見極めるっていう観察力が非常に大切になります。なので落としてはいけないお客さんを落とさないっていうのが一つのポイントなので、何でもかんでもいつも同じような対応、これは非常にまずいんじゃないかなというふうに思っております。まあすごく分かりやすいお話をしますと、まあ、例えば2アウト満塁最終回と1点差で負けてる場面でランナー2塁にいますと言った時に、誰を、まあ、バッターボックスに立たせるかっていう話ですね。要するに全盛期の落合なのか、まあ、もしくは今現在の日ハムの清宮君なのか、まあ、もしくはあれですか、甲子園で優勝した4番バッターなのかという話なんですけど、まあ、どうでしょうか、皆さんは誰を選ばれますか。やっぱりきちっとそのボール球とストライクを見極めて、かつストライクは必ずホームランする営業担当者に任せるのが一番じゃないでしょうか。ぜひ参考にしていただければと思います。またお会いいたしましょう。バイバイ。不動産のバイバイ